どうも、M&M's のレイナです。リサです。今日は2月14日は何の日ですか？バレンタインです。ということで、バレンタイン企画をやっていきたいと思います。ちょっと暗いんだけどね。はい、ですね、私の旦那にですね、市販のものと作ったものを並べて、どっちか分かるかなっていう。そう、ちなみに私は市販のやつを作ってプレゼントを旦那に渡します。すごい格好して、で私が作ってなぜかこちらの旦那にあげます。そうで、どっちが妻のバレンタインで作ったものかというものを当てていただく、旦那へのドッキリです。それでは行ってみよう。かわいい。これ結構前に使ってた、適当に持ってきた。すごい潰れたネズミって思ってください。はい、でですね、皆さんこれですね、これで実はですね、私17を始めまして、それを撮りながら配信していきたいと思います。コスプレはなんか意味あったの？いや、ロング配信だったからね。リサはリサにどうした？リサに ちょっと巻いたいと思います。で、私はこっちで、場所を移動しながら編集していきたいと思います。鼻が痛いよ、鼻が痛い。私もじゃあやっていきますね。早速私はガトーショコラを作ります。ちなみに使うガトーショコラがね、これこちらになっております。セブンのガトーショコラをこちらです。セブンのガトーショコラをですね、切ってちょっとってして、ちょっと形をね、いびつにしてやっていきたいと思います。ちなみに今17配信中で、進撃イベント中なので、やっていきます。何をしてますか？今はチョコとバターと生クリームを入れて湯煎します。はい、私はちなみに次は今ガトーショコラをその間にオーブン開けました。はい、で私はラップを使ってちょっと形をいびつにしたいと思います。いびつにして明らかに私が作ってんじゃないよっていうのを見せかけます。あ、私が作ったんだよと見せかけます。ほんとにね、こんな感じどう？明らか切ったってバレちゃうから、ちょっとボロボロになった感じで。逆に私はすごい綺麗にすればいいってことでしょ？うん、デコレーションしていきます。私はただ、買ったガトーショコラにデコレーションしていくという企画をやっていきます。次にアラジンを混ぜていきます。いきなり夢の国に行かんといてもらって。はい、こんな感じですね。買ったものをそれっぽくやらせていただきました。はい、卵を混ぜろという指示が出たのでやらせていただきます。ますます。これ2個もですか？2個ですよ。顔面でやりますか？顔面でやりますか？生卵だからね。はい、はい、顔面でやってもいいけど、卵をね、割るのはね、カラザ取って。カラザって何ですか？あの白いやつ。 YouTube 撮影中です。やだ、もうやだやだ。カラザを取れてる。こんな感じでチョコとバターと生クリームを湯煎で溶かした状態です。
卵をちょっとずつ入れていくよ。この時にかき混ぜすぎちゃいけないんだよ。かき混ぜすぎちゃいけないんだよ。2分割にしてますね。ちょっと待ってね、うん、はい、混ざったので、はい、今日こっちにしようかな、はい、こっちの型に入れてくれるよ。そうね、形的にね、はい、落ちてる？ちょっと待って、はい、いいです。豆乳でもさ、茶色と茶色ってところがちょっとミスったよね。ピッチほらみんな見えてる？あ、見えてるね。私も本当にさ、この型2個分なんだよ。あ、そうね。レイナ氏の方ができたので、上手にラッピングもなさっておりますね。それっぽくない？私が作ったっぽくない？これちなみに、ボーコンさんのガトーショコラです。はい。そして私はこれからちょっと茶色と茶色で申し訳ないんだが、これを、180度のオーブンで18分焼いていくだよ。それでは完成まで、レッツゴさあ、冷やしてできたので、今から切っていきたいと思います。はい、ということで、リサのが完成いたしました。ガチでガトーショコラです。余った生クリームで作ってくれました。頑張って手が泡立てました。後で何か使えそうだね。はい、ということでですね、これから、リサが作った手作りガトーショコラと、私が、ちょっと作ったデコレーションガトーショコラをですねね、食べていただいて、私の旦那に食べていただいて、妻が作ったのは果たしてどっちなのかを見抜いていただきたいと思います。ということで、やってみよう。では早速私の旦那に持っていきたいと思います。顔はちょっと NG なので。はい、本日の企画、2月14日といえば何ですか？はい、そうです。バレンタインということで、リサが作った、ガトーショコラと、私が作ったガトーショコラ。どっちが妻のガトーショコラか当てていきたい、いただきたいと思います。ぜひ、どっちでもよろしいので当ててください。どっちか食べてもいいの？はい、うん、食べたい方から。多分硬いよね、冷蔵庫入れてるからね。どちらがリサのでどちらが妻か、そして妻の愛情はきっとわかるはず。この旦那はわかるはずです。ちなみにこちらのお味はどうですか？いい歯ごたえがね、あのアラさんが今吟味中でございます。そちらのお味はどうですか？こっちの方がチョコっぽい、こちらの方は、うん、でも美味しい、うん、どちらもガトーショコラですか？うん、はいはいはい、さて、じゃあどっちが美味しかったか。どっちが美味しかった？俺の好みはこっち。こっちこっちこっち。で、妻が作ったのはどっち？どっち？こっち。こっちで。じゃあ正解にする。ダダ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 ダン。あなたは本当に私の旦那ですか？ちなみにリサが作ったのはこちらのガトーショコラになります。私が作ったのはこちらのガトーショコラになります。そしてあなたはコンビニエンスストアセブンイレブンのガトーショコラをバカにしております。これは、作られたガトーショコラをデコレーションしたのみです。これは俺が好み。イエーイ。ということでですね、どっちも美味しいよ。はいはいはい、あ、そうやってそうやってね、今ね、あなたはね、いろいろブロックス言ってますけど、あの最悪、あのセブンイレブンに謝っていただけますか？セブンイレブンが手作りに負けたという。やっぱ手作りの方がさ、手作りです、これ。これ後で配信見てください。工場で作れてる。
うるせえなって感じでですね、あのバリバリ量が違うという感じでございます。そして勝者はリサ、そして敗者は旦那ということですね。勝敗が決まりました。これからもリサいっぱい作っていただけると嬉しいです。はい、ということで、ドッキリですね。バリバリ引っかかっちゃいましたね。旦那は、ね、本当におバカな旦那ですが、時々乗らせていただきますので、また応援よろしくお願いします。この辺で動画終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。